です。イエイイのイエイ。今日はですね、エイシェールズカラーバターダークシルバーを使ってブリーチしてない黒髪です。はい、ブリーチしてない黒髪にダークシルバー染めていきたいと思います。まず状態の確認なんですけど、黒髪です。ブリーチしてないただの地毛になります。次にダークシルバー、はい、こちらダークシルバーになります。はい、よく見て感じてみてください。それでは実際にダークシルバー黒髪に染めていきたいと思います。よく濡らしてから塗ってってください。このようにたっぷり塗ってってください。よく溶かしながら塗ってってください。内側にも塗り残しがないように塗ってってください。はい、それでは塗り終わりました。このように根元から毛先までたっぷり塗ってください。はい、それでは20分時間を置かせていただいて流して仕上げてみますんで、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。最後までご視聴いただくと、黒髪に対してダークシルバードンピシャで染まりますんで、ぜひよろしくお願いします。イエーイのイエーイ。はい、それでは流して仕上げてみましょう。黒髪に対してダークシルバー綺麗に染まってます。パッと見た感じいかがでしょうか。綺麗に染まってます。はい、近くで見ていただくとダークシルバー綺麗に染まってます。ほら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 、綺麗に染まってます。はい、光当てながら風飛ばしてみてるんですけど、黒髪に対してダークシルバー綺麗に染まってます。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。やいやいのやい。はい、黒髪に対してダークシルバー綺麗に染まってます。よく見て感じてみてください。やいやいのやい。